い、こんにちは。それでは。こんにちは。はい。はい。今日はね、何の話しましょうかね。はいはいはい。映画。映画大好きですよ、僕。はい。おお。でもちょっと年代差があるからな。まあそうですね。うん。でも村さん、映画スター、アイドルいらしたんですよね。はい。もうですね、はい、私の年代といったらもう多分同じじゃないかと、皆さん、私の年代つってはっきり言わないからですけど、まあざっと半世紀ぐらい遡りますとですね、より以上遡ると、はい、もう世界 の, いわゆるいい男、イケメン、うん、あの当時イケメンなんて言葉もないし、はいはいはい、もうはある一人の名前、はい、知ってます、アラン・ドロンっていう、知ってます、当然知ってますよ、はい、太陽がいっぱいとかね、嬉しいな、はい、でもなんか今ちょっと言ってみたら、アラン・ドロンってちょっとお笑い系でも感じるドロンだ、あ、なんかいましたね、そういう人だな、なんかあれですけど、はい、うん、私がね、なんだろうね、本当に子供の頃よ、はいはい、世の中にね、ええ、人類として、はい、こんなに綺麗な男っていうか、もう人類まで広げちゃいましたけど、あ、もう人類、はい、もう唖然としたよね。ああ、村さんやっぱちょっとああいう苦み走ったみたいな感じ、苦み走ったみたいな感じの人が好きなんですよ、やっぱり。あ、そう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 、あ、どっちかって言ったら、うん、なんかちょっとシリアスな顔した感じの、本当、うん、そんな感じですよね。でもね、そんな感じかな。それで割と明るい方じゃないですよね。そうなのよ、うん、もう自分がどうしようもないはっちゃけてるから、なんかこうちょっと逆のものを、そうそうそう、うん、落ち着いた感じの、なるほど、渋めがいいかなっていうのが多分子供の頃からあったのかもしれないね。なるほど。それでね、正統派2枚目って感じですもんね。そう、はい、で今でも私はね、あの人を超えるハンサムはいない。ああ、今までの映画史上ね、うん、映画ね、それこそあの K-POP だとか、ほら、もう私今、うん、大好きでいっぱいいますよ、はい、なんて可愛いの、なんて素敵なのっていうイケメン集団いっぱいいますけど、はい、ちょっと違う、もうイケメンオブイケメンってやつですね。そう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 、はい。でね、私ね、一番自分が覚えてるのは、ね、それはもう私が自分で言ってるんだから、中学生にはなってるの、中学、うん、もう年代をちゃんと調べてないからあれなんだけど、中学生ぐらいで映画館に行った、はいはい、で友達と行ったんじゃないかな、親じゃなくて、新宿ですよね、はい、そうするとね、アラン・ドロンの映画がもう散々かかってるんだけど、あれはフランスの映画じゃない、アラン・ドロン、ね、はい、でつくづく思うんだけど、ええ、フランス映画って割と、はい、割とっていうか大体ハッピーエンドじゃないのよ。あー、ちょっとひねりが効いてるというか、そうなの、そうなの、日本のアメリカ映画と違いますよね、日本アメリカは割とハッピーエンドなんだけど、フランス映画って全然ハッピーエンドじゃなくて、いや、というかアラン・ドロンの出てる映画がちょっと割と犯罪映画っぽい感じじゃないですか、どうしてっていうぐらいいつも悪い系の人が多くてさ、ちょっと影を背負ったいい男のね、うん、そういう感じですよね。そうなのよ、それでも、はい、大画面にいい顔がボーンと出てきて、うん、ああ素敵と思ってるんだけども、もう必ず最後が、はい、悲惨な最後を迎えるっていうめちゃめちゃ殺されちゃって、うん、でそれもなんかこんな何の映画だろう、なんか汚いこの横っの溝みたいなところに落っことされちゃったみたいな感じになってたりさ、うん、それで一時それはすごい流行ったんだけどね、はい、白い長い濃いマフラー、あ、ありましたね、はい、覚えてる、シャーッと彼が首から下げて出てくる、まあギャング映画っぽいのよくあるんじゃないですか、だって、はい、
私も買ったかもしれないぐらいの思うんだけどさ、うん、そういう白いマフラーをかっこよく出てくるんだけど、うん、もう最後にその白いマフラーがもう真っ黒けっけのもう血まみれだし泥まみれ、だいたいそういうパターンで終わるんだよね。なるほど。それで、はい、あーと思ってなんか打ちひしがれてかあの映画館から出てきたっていう、うん、やっぱり映画見て泣いちゃったりするんですか。あの当時はそうじゃないですかね、きっと。うん、もう私のドローンがーとか思ってた。やっぱり普段の客層はやっぱり若い女の人は圧倒的に多かったんですか。多かったですね。でもあやっぱりアイドル的な人気があったって感じなんですかね。と思う。私がだから、うん、私なんかは結構中学生ぐらいって言って一番下ぐらいだったかもしれないけど、うん、やっぱり高校生かそれのもっと上の、うん、いっぱいいたわよね。なんか今そんな外国人のスターにあの日本の女子中高生がすごいそんな風に感情移入するってあんま見たことないですよね、そう考えるとね。どうなんだろうね。うん、ねっていうかそのいわゆるイケメン の、うん、はい、あのタイプが変わってきたじゃない。あ、時代が、うん、まあ、正統はハンサムよりちょっとあのそう何かちょっとどこかに面白みがあるとか、うん、ポイントユニークがだからパニーなところがあるし、そう、うん、昔のあのアメリカの映画もそうじゃない、うん、はいはいはい、ジェームス・ディーンとか、そう、うん、あの当時のいわゆる作ったみたいな綺麗な顔っていうのじゃないくない、うん、はいはい、今の人たち。そうですね、そうな、日本の時代で言うと田村正和さんとかあんな感じなんですかね、いい男って。じゃない、三船敏郎とか神谷二郎とか、そう、ね、うん、やっぱり日本もさ、そんな人たちがいっぱいいて、正統派2枚目っていう人は昔は多かった気がしますよね。そう、今の役者さんってあんまりいないですね、そう考えると、ね、そう、って言ったら怒られちゃうけどさ、そういう人たちもいっぱいいるんでしょうけど、うん、やっぱりそれプラス何かちょっと変わり種みたいなくっついている方が、ね、ああ、確かにあるんじゃないかな、うん、もう根っからすごいもう超美男子って感じの人あんまりいない気がしますね。そういうでしょ。ああ、はいはいはい、まあいい世の中になったって言ったらそれもありなのかもしれない。でもそれ村田さん的にはちょっと物足りないんじゃないですか。だってそれ未だにアランドロを超える男が出てこないってことね。出てこないわね、全然ね。ちょっと寂しいかな。だからまあでもそうね、美人もさ、はい、よくなんか昔3日で飽きるとかって話じゃない。あ、はいはい、だから、うん、すごい美しい顔っていうよりもやっぱり女性もちょっと変わって、うん、チャーミング、ちょっと愛嬌のあるって感じね。そうそう、はいはいはい、ちょっと愛嬌、ちょっとあ、ごめんね、愛嬌めっちゃありますよ。今あの急いで消した人もいる。ここでしたね。そうっていうかさ、うん、やっぱり綺麗さを求めたら、うん、もうどうしようもないじゃない。上には上があってこうなっちゃって、ね、はいはいはい、だからもともとそこに行かないで、やっぱりちょっと横枝葉がに行った方がすごい楽じゃないですかね、うん、でもまあ村さんはでも本当にすごい綺麗な男の人がいいっていうやつですね。じゃあうん、うん、そう感覚的にはそう。きっとでも人間って割とそういう好みの人と結婚しないもんですよね、割とね。なんか聞こえちゃう。そうそういうもんですよね、うん、現実味がね。いや僕もねすごい体の大きな女の人が好きなんですけど、僕の神さんめっちゃ小さいですからね。あ、そうよね。そうそう、本当にかわいい感じの、めっちゃ小さいんですよ僕。すごいね、体の大きい女の人が割と好きだったんですけど。ああ、そうだっけね。やっぱ結婚するときって違うもんだなと思いましたよ。うん、やっぱりね、そこはね、付き合い長いですから、結婚するっていうことは。あ、まあそうですよね。そうです。確かにね。だから自分の最高の、常にこうあってほしいっていうものと、うん、で求めちゃダメです。ああ、なるほどね。絶対変わるんだから。ああ、
どんな、あ、すごい、一番いいと思って結婚しちゃうとダメになる一方だよ。そうそうそう。なるほど、深いな、それ。うんうん、でしょ、なるほど、ね、皆さんも聞いてください、そういうことです。うん、ダメだと思ってると、うん、いいとこが見つかってきて。それそれそれ。ああ、なるほど。さすが。そういうことです。そこから見つけて、日々見つけて、ああ、よかったってとこへ。ああ、そういうことね。たどり着くまでが長いんですけどね、まあ。そんなに長かったんですか。まあやってみてください。何の話になっちゃった。はい、そういうことでアランドロン。アランドロン。ね、あのアイドル、永遠のアイドル。うん、ね、さん今だってお元気そうですよ。いや、ね、すごいですね。もうすごいです。年になりますよね、でもね、間違いなく。そう、あまりそこは想像しないしますけどね。はい、じゃあ、はい、まあ皆さんの心の中には、ね、アイドルみんな教えてください。ね、はい、素敵な人がいると思います。はい、それじゃあまたねっていうことで。はい、はい、よろしく。チャンネル登録お願いします。お願いします。